今日は昨日に引き続きまして新型ノアの 10.5 インチのディスプレイオーディオで分配器を使ってミラーリングができるか検証していきたいと思います。で今回は分配器、じゃあどういうの買ったらいいのって思われる方もいらっしゃると思いますんで、まあ、こちら3種類取り寄せています。まあ、こちらの中国製で、これも結構安いものなんですけど、こういったのとか、あとこういったボタン式のものとか、まあ、こういった分配器を取り揃えて、まあ、これらでディスプレイオーディオでモニタリングできるのか、ミラーリングできるのか、ご紹介をしたいと思います。昨日はちなみに、ステップワゴンで使った分配器がこちらになりますんで、これで映るかどうかを確認したいと思います。こちらがライトニングケーブル で、こちらが HDMI の 1.4 ハイスピードケーブルになります。これを分配器のインプット側につなげます。今度はこちら1番。2番とありますけども、1番しか使用しないということで、1番につなげます。で、このような形で、こちらは電源を入れるタイプになりますので、このように電源を入れて、で、最後は、はい。で、これで、このような形でシグナルランプつきましたので、これで、映るかどうかということで、で携帯の方も差し込みます。はい、で見ていきたいと思うんですけれども、はい、このように昨日ステップワゴンではネットフリックスプライムビデオが映った同じ配線なんですけれども、このように分配器を使っても、まあ、今携帯このような形でモニタリングさせてるんですけれども、アマプラとかネットフリックスが見れる以前の問題で携帯自体がまずミラーリングしないといった状況になります。もう一回、はい、ということで、まず、この、昨日、ステップワゴンでは使えていた、なおかつ、アマプラ、ネットフリックスが見れていた、この分配器では、見れない、ということが、まず一つ、分かったことになります。で、もう一つ、ありますんで、そちらの分配器で今度、試してみたいと思います。もう一つは、こちらなんですけど、この分配器は、まあ、どっちかしか使えないなんちゃって分配器になっています。こういった安いものに関しては、実は分配器でなかったりすると、こっちしか使えません。で、これを使ってみたいと思うんですけど、試しに。で、同じような要領で差し込みます。そうすると、どうなるか。はい、このようにミラーリングができるようになります。じゃあ、アマプラとかネットフリックス見れるのって話なんですけれども、このように、はい、一瞬立ち上がったり立ち上がらなかったりっていうのがあります。もう一度。音は出ます。でもう一回今抜いたんですけど、抜いてもう一回差し込んでみます。音はちゃんと出ます。音は出ますか、出ますけれども、やっぱり、さっき一瞬、見れたんですけれども、一回抜きます、もう一回。抜いて、もう一回差し込みます。
今ちょっと立ち上がりました。だから一瞬抜いて差し込んだ時に一瞬モニタリングはしてくれる。でもやっぱり真っ暗な状態が続いちゃってるという状況です。じゃあネットフリックスどうなのっていうことなんですけれども、今これネットフリックスなんですが、なんと、ネットフリックスは映ります。このような形で。ネットフリックスは実は、ノアボクシー、一番最初にミラーリングできるのかっていう動画を上げさせていただいたときは、ネットフリックスに関しては、この分配器がなくても映りました。なので、おそらくこの分配器の作用っていうのは、おそらくしてないんだろうと思うんですけれども、まあ、このように、これをとりあえずつけると、ネットフリックスは映るようになると。じゃあ、この状態で今度、この、なんちゃって分配器を取って、映るかどうか、直接、はめ込んでみたんですけれども、これでどうなるか。はい。分配器がない状態で、直接、HDMI のハイスピードの 1.4、バージョンのケーブルをつないだ状態ということなので、まあ、これ自体は全く作用してないということになるかなと思います。なのでこのような状態で今分配器をつないでなくてもネットフリックスは見れると。じゃあもう一度先ほどのアマプラが見れるのかどうかっていうのをもう一回戻って確認してみたいと思うんですけれども、こちらやっぱりアマプラ自体は見れないということになります。で、分配器があっても今のところは見えてないといった状況になっています。じゃあ最後にこちら、この分配器を使ってもう一度検証していきたいと思います。こちらは1チャンネルの方につないでこのような形で、これ自体も実は分配器としての役目なんてなくて、ただ単にこっちかこっちかっていうことで切り替えられるようになっているだけの分配器です。これも Amazon で買ったものになります。こんな分配器も実は出てたりします。でもこれは電源を取らないバージョンのものになっています。はい。で、この形で、HDMI 入れます。はい。やっぱり、見れないと。もう一回、このスイッチ変えられるんで、これ自体を、のように押します。一瞬このように映ります。でもやっぱり黒くなると。これまあリセットができるようになってるんですけども、このようにやっぱり映らないと。じゃあ最後試しにこちらの2ちゃんの方を使ってみようと思うんですけれども、こちら2ちゃんに切り替えてもう一度やってみたいと思います。はい、このように1チャンネルしか使えない分配器、2チャンあるんですけど、1チャンネルしか使えない分配器になっていて、
まあ、こっちは全く意味をなさないと、まあ、言ったものです。なので、まあ、こっちしか使えないと。はい。まあ、これは携帯のミラーリング自体はそのままできるようになってます。ただ再生すると見えない。見れません。今一回遮断させたんですけど、もう一回オンにしたんですけど見れない。一瞬見れるんですけども見れない。じゃあネットフリックスどうなんですかっていう話です。エラーが出ちゃったんで違う動画にしてみたいと思います。はい、やっぱりネットフリックスは見れると、まあ、いうことなんで、まあ、さっきこちら分配器を使わないで直接 HDMI 挿したんですけど、やっぱりネットフリックスは見れたんで、まあ、今回やった検証としては、分配器3つの種類のやつを使ってみましたと。一番最初のやつは全く映らない。ミラーリングもできない。で、2つ目と3つ目に関しては、ミラーリングはできるんだけれども、結局、ダイレクトで分配器を、ダイレクトで分配器なしで繋いでも、ネットフリックスは映るということが、まあ、今日の検証結果になります。まあ、ということは分配器っていうのが関係しているのかというと、実はしていないんじゃないのかなっていうのがやっぱり私の、まあ、私の検証結果から言えることなのかなという気がしています。まあ、あとはこれ以外に何か分配器あればいいんですけれども、実際どれを買ったらいいのかっていうところは、まあ、映ったよっていう方の分配器を実際買ってみて検証してみるしか、まあ、他ないのかなという気がします。なので分配器をつければつくというわけじゃなくて、おそらく限られた分配器じゃないとつかない可能性があるということになりますので、分配器をつければ絶対に映るということではないと、まあ、いうことが、まあ、今回言えることなのではないかなと思いました。はい。ということで、今回は、こちらの新型のボクシー 10.5 インチのディスプレイオーディオで、分配器を使ってみて、ミラーリングができるのかどうかという検証をご紹介しました。当チャンネルでは、車用品、カー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最近は、このような車の装備のレビューも行っておりますので、ぜひよかったら見てみてください。最後にチャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。